混乱。この音、ちょ待て、スラッジの秘密クラブスライム格闘場へようこそ。当店は会員制になっております。お客様の代表の方のお名前を控えさせていただきますので、代表は勇者様ですね。ではごゆっくり。この音、トゥ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 の音。でも格闘場なんや。ここには世界中からスライムで一山当てようって連中が集まってくるのさ。ほう、出場するのはこいつなのに私が緊張してどうするんでしょうね。何をするの、格闘させるの、スライムを。ほう、ちょ待てよ、あんたもスライムを出場させに来たのかい。いえ、一度は出場させてみな。うわー、格闘場で優勝すると豪華な商品が。そういうことか、スライム。スライムはランク A の1回戦で負けた上、どこかに逃げてしまって。スライムや、俺のプルータスは大したもんだぜ。なんとランク E まで勝ち抜きやがったんだ、レベル E まで。プルコーメ、プルコー飲んどる飲んどる、プルコー酒飲まされとる。スライム一つで30年、わしの育てたスライム頑張ってくれてな、結構いい商品をもらったんだよ。へえ、マジか。はい、中にはスライムを釣れずに戦いを見て楽しむだけのお客さんもいますからね。そんなやついますの。プルルンプルルン、これが今一番強いスライムのチャンプの石像だ。俺は未だにスライムの顔がみんな同じに見えるのだが、こいつには分かるようだな。こいつやね、キングスライムや、文字通りキングやねや。隠れとる、ブルブル。スライムの服あるわ。ちょ待って、じゃあスライム仲間にしてこなあかんねやん。これプルスケの姿が見えんな、プルスケ。ちょ待って、マジでスライム、ちょっと見に行くか。どこ、ここ、ここから入んのかな。めっちゃ楽し、ああスライム入場口や、スライムの入場口、むちゃくちゃ可愛い。試合に勝ち抜いたスライムには素晴らしい商品をプレゼントしている。マジか、チャンプ。オーナーのスラッジさん、スライムのチャンプ。スラッジさんといえばこの世界じゃ右に出る者はいないと言われるスライム調教師。マジかよ、マジか。うわうわうわ、スライムない戦っとるわ。相手スライムじゃない、そういうことか、スライムじゃないやつと戦うんや。そこでパンチだ。手はないか、あるやん、足、手はある、足もあるで、スライムないと。はい、レッサー、スライム以外試合、いやスライムですよ、スライムです、スライムです、いやいやスライムですって。うわすげえ、メタルスライム仲間にしてる、素早い。逃げた、自慢のメタルスライム、いつも逃げてばかりで買ったことない。こんな野蛮なものは見てはいけないってお母さんも言われたけど、あやっぱりダメ、この刺激はたまらないわ。レッサーはさすがにスライムとしては認められへんか。ほとんどスライムみたいなもんなんすけどね、実質的にはスライムみたいなもんなんやけどな。我々はスライムを鍛える、そのことだけに命をかけてきた。いやマジか、これめちゃくちゃ気になる、やりたい、スライムを仲間に入れたい。いきなりこういうとこおらんかな、野良スライム。こういうとこに、こういう場合って大体こういうとこに野良スライムおったりしません？いない、めちゃくちゃヤバいやついる、めちゃくちゃヤバそうなやついた。あかーん、うちのスライムがザラキ。ちょっと生き返らせたってよ、生き返らせたってよ、生き返らせたってよ。経験値入らへんねんかな、これ。生き返らせたれよ。あ、間違えた。おい、生き
き返る気ないんか。おい、生き返る気ないんか。おい、ええ加減せよ。起きろ。お、マジでお前。お前。ちょ、ええ加減せよ、マジで。次生き返らへんかったら、もう一生生き返らせたらへんからな。よし。聞こえてたみたい。聞こえてたらささだやれよ、お前。スライムおらんかな。スライムの森みたいなのないかな。それやったら魔物使いにしてくるんやけどな。スライムの森的な。ほれ、おるやん。ほら、おった。予想通りすぎる。気持ち悪い色。色味がもう、ひどい。毒やん。いや、ベホマスライムとかではやっぱりな、これ。正直なんか、仲間にしたらすごいいいと思うんすけど、これどうでしょう。戦わせるわけやからね。でもまあこれで確実におるってことは分かったな。オッケー。やっぱりだいたいおるんすよ、こういうことをやってくるからね。近場でだいたい見つけろよみたいな感じありますもんね。そう、じゃあいけへんな。その祠と井戸はいけない感じですかね。うわー、ちょ、これ気になるなー、マジで。くっそ気になるなー。ちょっと、それ転職するわ。ちょっと待ってくださいね。どれを、誰を、バーバラ行くか。一番使わんと考えてバーバラに行こう。無知似合うもんね、バーバラ。魔物使い行こう。一旦魔物使いになってもらって、もう一回さっきの島に行きたいなと思います。出てるかな。格闘場出てるわ。ちょっと待って、これ来てるやん。あ、そっか、これ開けたんや。忘れてました。これは開けました。そうです。ちょっとこの島をうろついてみる。どうなんやろう。なんか装備できた方がいいと思うねんな。うわ、出るね。出るけど気持ち悪いやつやな。うわー、これどうなんやろうな。いや、ほんまはもう正直あいつがいいんすよ。うわ、どうなんやろうな、これ。スライムナイトがいいなと思ってんすよ。何回か戦っていいですかね、ここ。スライムナイトかキングスライムかな、仲間にするなら。メタルスライムはどうだろう。そんな強ないでしょ、多分。大していらんわ。すげえな、足払い。すげえな、縛りつけまくりたいねやな。はよ攻撃しろや、もう。はよ攻撃しろって。キングスライムオア、全然違うやつできた。まあまあ、そうやね、違うやつもおるもんね。違うやつもおるわね。全種類おるとかあんのかな。歯
フレメタルとかも仲間になるのかな。いやでもなんかメタル系はあんまりなんか言うような感じがしないんですよね。戦うってなったら、まあ、ノーマルスライムか。ノーマルスライム出てくんのかな。あ、ちょっと待って、これ笛吹けばよかった。これや、ノーマルスライム出てくんのかな。いやもうこいついらんで、気持ち悪い。もう目がいってるんですよ、完全に薬やってるやつやから。これ色味もおかしいし、結構若い時からやってるやつやから、三田佳子の次男やから言うたらあかん、そんなこと。顔がやばいんすよ。ああもうあいつらしかおらんのかな。ちょっと当てが外れた。もっとなんか全種類出てくるんかなと思ったんすけど、ちょっと当てが外れたかな。いまいちですねこれは。来い、あかん。全然あかん。いや仲間としてはもう優秀やと思いますよ。ベホマスライムなんて最高やと思いますけど、仲間としてはね。メス、メタルスライム今さらそんなにレベル上がんないですよね。まあ今は上がったけど、そこまで経験的に美味しいもんじゃないな。出てこんかな、この感じ。またまた歩いて見つけたところで仲間にするか。なんか偶然狙いで仲間にしようとすると時間かかりそうな気はするんですけどね。すごくちょっと早めに仲間にしておきたいですよね。レベル上げるにしても、職業をマスターさせるにしてもですよ。ある程度やっぱ早めにレベル上げしておいた方が良さそうな気はするんですけどね。だって勝ち抜きたいやん、あんなん絶対勝ち抜きたいっすやん。やりたすぎるでしょ。やりたすぎるわマジで。まあ、ちょうど職業の修行になるしちょうどいいか。出た、よしよし、お前来るか、うち来いや、うち来い、お前ちょ来いよ。これ魔物使いにとどめさすとかさせるとかあるんかな。バーバラがやるとかあるんかな。そうなると最後のやつをバーバラが仕留めるとかね、ありえるっちゃありえんのよな。よしやれ、弱。どうなん、めっちゃ不安やわ。一撃つもいけるかな。お前攻撃でじゃあ殺す、あかんで。いやまたバーバラが弱いから、これ微妙やな、どうしよう。あんまり何も考えんと戦うか。やめて、魔法でもいいのかな。いやもう全然ルールがわからんからね。とりあえずバーバラ攻撃。いやまあこれ分かったらもう全員魔物使いにしてきますけど、すぐに
次のターン以降は。ただ一発つもしたい。いけるならば一発つも狙います。今もだいぶ調教入ってっから、無知で相当調教されてますからね。これ調教に次ぐ調教やから、相当バーバラのことは気に入っとると見た。すん、すごい調教されとるからね。馬車のドアをもうめっちゃやりよる。いらんことを、もうだいぶ調教されとるんちゃいます。馬車のドアを閉めることしかやりよらへん。なんなんこいつ。頼むぞー、強い強い仲間にしたいぞ。お前の体が欲しい。体力がすごいっすもんね。え、マジ強えなこいつ。見た目も可愛い、完璧です。ただあの入り口入れるかどうかは不安、正直。来てくれ、強、死によらへん、全然死によらへん、マジでか。え、めっちゃ強い、あかん。え、強っ。ちょっと待って待って、無限。え、なんかおかしくないですかこれ。え、死によらへん、なんかおかしいのかな。回復しとったりするのかな。え、なんだこれは。ずっと締めとるばっかやしね。倍キルとやってぶん殴る。あー、しまったな。バーバラに魔物使いさせてるからさ、弱いんですよね。うわ、強え。なんかおかしくない、リジェネ的なものかかってんのかなこれ。いや、どう考えてもおかしい。すげえ強え。おかしいっすよこれ。これ多分リジェネ的なものかかってるわ。倒せへん、ぶん殴るしかないっすね。ということはより難しいのか。全員ちょっとやってくるか、魔物使いに。飛ぶ、またあの弱いキャラ使ってたから余計わけわからんかったけど、多分なんかリジェネ的なことやわ、おそらくですけど。一気に倒さなあかんねや。まあとりあえず全員、ちょっと待ってよ、どうせやったらあんま使うやつの方がいいのか。じゃあお前やれ、お前やれ、とりあえず、とりあえず魔物使いやれ。完全なるスタメンのやつは外して、勇者はちょっとやめますかね。完全なるスタメンなんで。まあまあ、じゃあアモス、アモスさんと、ハッサンはそもそも魔物使いでもうマスターしてしまってるんで、じゃあナビレイユ、よし、これでいきましょうか。これで一応ルール上、もしかして魔物使いでとどめを刺さなければいけないというルールだった場合でも対応可能になったっていうことですね、一応ね。
アモスさん、レッサーミレイユバーバラでだいぶ見劣りするわけわからんパーティーになりましたけども、やっぱこうなったらキング欲しいね。キングはスライムナイトでいきたいんですけど、スライムナイトは出てこないっすもんね。よし来た、かかった。普通に攻撃でいいかな。割と強いから、普通に強いからやめて、普通に強いのやめて、うんうん、ほら調教調教調教入ります。普通にめっちゃ強いし、あかん、普通にめちゃくちゃ強い。あかんて、仲間なってくれマジで。よし24で倒せんねや。今のどれぐらい回復して、20ぐらい回復してんすかね。毎ターン24では死によったわけやからね、謎やな。そんなまあめちゃめちゃな量を回復はしてないと思いますんで、80で死んだるもんね。体力なんぼあんねんこいつ。来るか、来るんか、俺と一緒に来い。いやね、くそー、これまたこれも時間かかるパターンかな。すいません、ちょっとだけ粘らせて、ちょっとだけ粘らせて。ここは、あ、普通のスライムもおるわ。あいつでもいいっすよね別に。最悪妥協でお前でもええわ。強こいつ、何やこいつ、お前スライムか。こいつで妥協しようか。立ち上がったらもう終わりやからね。立ち上がったら一生鍛え上げるから。立ち上がってこい。出た出た。まあ普通に頑張って戦います。とりあえず強いね。それにしてもに戦おう。まあ他の方の熟練度上げも兼ねて。レッサーはもういろんなことさせられてる。マジでいろんなことさせられてます。うわナイス。回復役で一人やっぱ勇者入れといた方が良さそう。それやったら間違いないですね。回復役が足りない感じですよね。メス。立ち上がれ。いいの出てくるわ。いいのどんどん出てくるわ。スー、まあ、そう簡単には
仲間にならんだろうな。実際マジでならんかったからな。今までのその冒険の中でレッサーだけなんですよ、冬のイベント全然モテへん。今までの人生の中でレッサーだけですよ、告白された一回だけっすよ。そんなことある？全然モテへんっす。モテないにも程がある。ちょっと待って、バーバラはもうちょっと職業変えてこようかな。バーバラはバーバラ入れてないですよね。バーバラ入れてないから変えてこようかな。まあいいか、別にいらん。ハッサンとか連れてこようかな、あのマスターの状態で。その方がなんか早く終わりそうな。合体せえへんのかい。合体せえへんの。味方にする気ゼロ。ベテランのハッサン連れてきましょうかね。絶対そういうのもあると思うねんな。序盤、まあ、人数は多分多い方が戦いやすいし、なおかつみたいな。マスターしてるやつなんて最強でしょ、言ったら。これこの、これ以上覚えることないぐらいの男が出張るっていう。でちょっと待って、ミレさんを賢者に戻して、ミレさんを賢者に戻して、バーバラも賢者に戻そう。で勇者はもう回復役で行こう。でアモス、ハッサン、レッサーの3本立てでいくか。それでいきますか。バーバラも一回戻して。いやこれね、結構地味にこの職業のなんていうか、多分熟練アップみたいなのがなんか重要な気がするんですよ。地味にこう雑魚戦やるからさ、中途半端に多分もったいないですよね。ちゃんと職業やらせないと、ある程度はやらせないと。せっかくこんだけ戦ってるんやからっていう。まああとスライムナイトは出れへんのかな、ここ。出なさげいらん。スライムナイトは出なさげやね。ぶん殴れ。ハッサンにラストとどめ刺させるか。勝手にそうなるか。ただ言うてハッサンはずっと連れてたんですけど、その連れてだんだん上がってきたけど、その間にも結局仲間にできたんはレッサーだけという事実があんのよ。だから確率はそんな高くないんやろうな。なかなか難しいんでしょうね。やめー。しかもそもそもキングスライムが強いし、これいけんちゃうん、これ。そこそ、もう、ノラのキングスライム1匹でも捕まえたら結構いけるんじゃないかっていう、その
即格闘場行って装備とかって何できるんやろ。ただな、多分剣とか装備できんでしょ。それがな、そのあいつの方がな、鎧とか剣とかどう見ても装備できる顔してないからな、そこがな。顔が腹立つ、顔がめちゃめちゃ腹立つからな。なんか笑とるしね、なんか。やっぱスライムナイトの方がいいな。見た目的には絶対スライムナイトの方が好きなんで。出てこうへんな、スライムナイト。この島にはおらんっぽいね。出た出た。まあ一応メタルスライムでもまあ仲間になりゃ育てるか。ベホマスライムもまあならない。よし、割と強いんですよね、雑魚としても割と強いんですよね。普通に強いから立ちが悪い。でもキングスライム装備、何装備できるかとかを見たい、仲間にしてみたい。できるものならね。何装備、うわ出た。いや違う、色が違うね。仲間ならなそう、こいつら。なるんかな、上位互換とかなんかな、なんか仲間ならなそう。いやーお前緑の方どこにおるか知らんのお前ら。見た目はいいよ、すごくすごく見た目はいいんだが、ほんまに仲間なるんですか、ほんまに仲間なんのこれ。マジで気配がないねんけど、全く仲間なります、これ。なんかやり方間違ってんじゃないのこれ。全く仲間になる気配がない。間違ってんのよ、そもそもいらんお前らは。やっぱり最後ハッサンでとどめ刺すか、それでちょっとやってみるか。すいませんね、ちょっと試行錯誤しながらなんですけど、なんか一回ぐらい仲間なんかなったらな、その分かるんすけど、あまりにもレッサー以外なったことないから、そのサンプルが少なすぎてどうやったらいいかが分からないんですよ。もう少しね頻度高くなったらいいんすけど、あまりにもサンプルが少ない。他のその要はスライムとか関係なく他のモンスターでも仲間になったことがほとんどないから、これでハッサンに行かせますかね。とりあえずあのムサハッサン
頼むぜ。なんやろな、これ。なんか間違ってるんやろな。うわ、オールスターや。オールスター来ました、オールスターが。どっから行こう。でも、いいか、任せるか。オールスター来ちゃった、これ。多分残るのはキングスライム。メタルが残るのか。ナイスレッサー。レッサーの軍門に下りよったぞ。ビクッとするんすけどね。レベルが上がるパターンやった。まあまあまあ、レベル上げにはなるからいいんですけど。よし、ブチからブチ殺す。ハッサン、いけー。一応ハッサンにとどめさせよ、刺させよ。やれるときはやりましょう。一応ね、もう無理なときは無理やから。よし、ドン。ついてきたな。あー、頼むわ。頼むぜ。ダンスの便利さが光る。打ち込んじゃってください。オッケー。仲間なってくれへんのかな。あと5回ぐらいでもう諦めようかな。やり方間違ってたら話ならんすね。もうスライムでもいい。っていうかスライムは結構希望やねんけど、実はスライム仲間にはしたいねんけど。一応じゃあハッサンにやらせる。なんやねん、なんやねん、ならへんのかいな。変身するとこちょっと見たいんですけどね。ならへんのかいや。仲間呼ぶだけ、仲間呼ぶだけ。ちょ、あ、来たー。これ仲間になったやつを、あ、じゃあキングスライムになったやつを仲間にするっていうやり口。こいつやったらもう8倍分やで。いっちゃえ、来い。1、いっぱい出た。無心で戦おう。無心で戦いますわ。何も考えず、無欲、無欲、無欲の発散。無欲のレッサー。いや、強え。そう、なんかめんどくさいですね、こいつ、レッサー。物理で殴ったらいいのに。せっかくグラコスの槍持たせてんのにな。全然攻撃
物理攻撃しない。レッサーがねスライムとして出れたらもう全部解決なんですよ。事件は解決なんですけど、こいつがスライムとして出れへんからこういうことになってるんですよ。レッサーのせいなんですよ全部。こいつがスライムとして出れるんやったらもう完全に事件は解決なんですよ。こいつがアホやからもうしょうがないです。まあでも大体敵は分かってきたな。もうキングスライムかメタルスライムかスライムかですかね。大体選択肢としてはほほほほほ何やった。1個だけ1個だけ混ざってるよ変なやつが。ナイスー、びっくりした。来たかと思ったやんけ。もうレッサーこれスライムオアスライム狙い。まあまあメタルスライムでもええか。妥協。いや。何分の1ぐらいなんやろ確率。戻してこよっかな。仲間にこうなる確率とかが上がってない感じやから、なんかハッサンをさマスターのままで置いとくんがすごいもったなく感じてきましたね。ものすごくもったいなく感じてきました。仲間にならんのな。スライムってこれ強いからあの通常のノーマルスライムじゃないんですけど、こいつって経験値は多分しょぼいですよね合体しなかったら。めっちゃもったいないよなこの戦いが。超雑魚のスライムの方借りに行った方がいいんじゃないのっていう。やっとるやっとる。幅が足りん幅が足りん。レッサー、いや普通に強いんですよ。戦闘が終わらへん。馬車も閉められてもうてるからね。これ戦闘終わらんわ。スライムが強すぎて。まずいな。入れ替えが今多分できないので馬車のドア閉めとるから、先にキングスライムを狙った方がいいんですね多分。これスライム何回やっても仲間呼ばれるから、キングにさせてしまわないとこれ戦闘終わらないですね。しかも多分経験値クソやから倒してる意味が全くない。クソしんど。一旦逃げます。
アレッサ。おお、今回一発、今回一発で言うこと聞く。ちょっと反省しよったな。あと2回ぐらいキングスライムハッサンでとどめさせて仲間ならんかったらもう先行きます。やってられへんからね、ずっとは。まあちょっとその調べようかな、それに関しては。じゃないともうわからないんで、その合ってるか合ってないかがあまりにもわからない状態でちょっとやれないんで。完全に無駄なことやってしまってる可能性あるからな。お前仲間にならんの知らんぞ。普通に攻撃っていうのか、特技も使わないとか。例えば、うん、いやー間違ってんだろな、なんかとしか思えないっすね。何ができるんや、まあ、しょうもないなお前は。やっぱりでも一番仲間にしたいのは正直キングスライムじゃないんですよね。その何回も言って申し訳ないですけど、スライムナイトが欲しいんですよね。だからスライムナイトを仲間にしたいんやけどさ、待って、まあいいか。スライムナイトをやっぱ探しに行くか。ハッサンだけで行きますかね。くー、ビビったー。レベルアップかよ。いやー仲間ならんなマジで。そう、しんどい。なるかならんかがわからんのかしら。なんか試したい、試しに行きたい。どっかなんか弱いところでもいいから、どっか試しに行きたい。スライムとかがほんまに仲間になるのかどうか、その不安すぎるんすよ。スライムがおるとこどこや。ちゃんとほんまに仲間になってくれんのか、そもそも。仲間になりそうなやつってどんなやつ。大木槌とか、こいつはお前仲間になる？ならない。そもそも仲間、ちょっと待って、もうなんかいろいろ間違ってるんやろな。最悪や、わからへん。まあ仲間ならんですよね多分。宝箱、スライムナイトがいそうなところ。あの辺とかかな、ストーリー的には。こっちの方がやりやすいですよね。やっぱあの洞窟やねんけどな。あの洞窟か、洞窟では仲間にならない説もあるんですよ。馬車がないからみたいな、ならんかったから仲間に。
としたらどこや。ちょっと順番に行ってみようかな。トルッカ、レイドッグ、アモール付近。レイドッグ付近におらんかったっけな。いや言った大体この辺なんですけどね、多分おる可能性があんのって。慣れならん。ちょっとうろうろしてみよう。この上の方とかどうよ。っていうかスライムもおらんな。仲間になりそうな、なりそうというイメージのやつあったら、おったら戦いますね。とりあえず一匹でも誰か仲間なってくれ。じゃないともうやってることが合ってるか合ってないかがわからなすぎてすげえ怖いんです本当に。仲間になりそうなやつがおるまでちょっと遡っていくわ。まずここから、じゃあアモールの方に行ってみて、スターって仲間ならんもんなんやな。アモールからんで、さらに、次夢見の洞窟行って、次がどこや。よし来た。これは仲間なるでしょ。おったもん。これおった、絶対連れとるやつおったもんね。大満足とは言えんが、とりあえずなるかならんかを試したい。とりあえずこれでいこうか。よし、おあつらえ向きハッサンがラスト。どうなの。橋渡って次の大陸。アモール、泥人形も仲間なりそうかな、モンスターとしては。なりそうな気もせんでもないな。なるべく山とか悪いで、ちょっとアモスさんの故郷ではないけど、この辺、ここら辺もなんかスライムナイトおらんかったっけな。これで終わりか。ここでレイド行ってあっち行ったんすもんね、ルート的には。さっきのちょっとスライムベース狙いますかね。とりあえずもう一回ぐらいスライムベース出会うまで行こうかな。一回ちょっとスライムベース狙います。スライムベース狙い。出てこねー。そう、スライム格闘場行ってみたいけど、ここまでちょっと時間かかると辛いですね。配信外でやるか、動画外でやるか。おった、よし。あんまり動画外でやりたくないんやけど、だいたいね動画外でやるとかやったらもうすぐ仲間になるんですよ。まあやり方調べたら一撃なんでしょうけどね。だから嫌なんですよね。面白いところを見せれないっていうのは辛い。いやもう完璧間違ってるやろこれ。
最後に倒すとかはやってきてるからな。今更なんですよね。よしよし、スライムベス率は上がってきたな。とりあえずスライムベス率は上がってきた。こいつ仲間になりますよね。赤いやつ連れとったからなるやんな。それがまず分かってないから何とも言えないんですけど。いやー、ならんのかな、もしかして。ならない。ライフコッドまで戻ってスライム狙いに行くか。これだけやって一匹も仲間にならないとおかしくないですか。この赤身がこいつでさえもめちゃめちゃレアなモンスターに見えてきたわ。こいつですらもめちゃめちゃレアモンスに見えてきましたね。仲間なれや。いやーもう絶対変やって。ちょっと待って、いやいやもうめっちゃしんどいっすわ。スライム探しに行こうか。じゃあゲントの順番にちょっと行ってみよう。スライムはもうライフコッドでいいんかな。ライフコッドやったら間違いなくおると思いますけど、スライム行ってみます。スライム行ってみる。ベスは結局、今5匹は絶対やったよな。まあまあ10戦ぐらいやりましたよね。で仲間にならず。ライフコッド、ここは多分ブチスライムはおったと思うんですけど、ノーマルスライムっておったっけな。ほらブチスライムやねんな。こいつも仲間になるんかな。なんか顔が怖いから仲間になられても困んねんけど、困るんですよね、出てこられても。ノーマルスライムがそもそもおらん。いやそうやねんな、ここ絶対ブチやねんな。最初の村ですよここ。うわおらんわ。やめや、話にならん。全く多分もう完全に多分間違ってると思います。本当に皆さんごめんなさい。ちょっと調べてきます。多分ですけど、なんかもう魔物使いの使い方を間違ってるような気がしてて、その疑惑が拭いされないので、あまりにも仲間にならんので、その疑惑が拭いされない以上ちょっと続けられへんな。これこの辺スライムおったような感じするけどな。おったような感じするけど出てこねえ。スライムをそもそもどこで見かけたかが分からへん。やっぱりなんかブチやったイメージなんですよね、すごく。最初のスライムが、スライムってレアモンスターなんやな。すごいレアモンスターやねんスライムは。序盤行ったところで言ったらレイドックになるから、序盤で言ったら
現実世界か。現実世界もブチ、ブチじゃない、ベスと通常スライムがおったような記憶が。あれ何でしたっけ、あそこ最初落ちた町だから、誘拐騒ぎみたいなのがあったところや。あそこベスとスライムがおったような。あれどこや、サンマリーノじゃない、トルッカ、ここか、トルッカか。あ、おったおった。ちょ待って、これ怖いな。仲間になれ、仲間になれよ、頼むぞ。合ってるかどうかを試させてくれ。よし、条件は整った。じゃあもう、じゃあもうええわ、もうこれ無理ゲーやわ。ちょっとダーマでちょっと仲間の仕方聞いてこようかな。これちょっと無理ゲーっすね。くそー、レッサーがスライム族やったらな、めちゃめちゃ可愛がるのにな。レッサースライムに転職できひんかな。世界のマスターやで、こっちは。あ、来た。あー、やったー、合ってたー、スラリンという名前らしい。合ってたー、よかったー、マジで。お前何装備できんの、マジ。剣装備できる、お前。川の盾は無理や。お前スライムメットは装備できんのか。バニースーツとかは全然着れへんやん。よし、この勢いでちょっと、やっぱ合ってたんや、じゃあ。あ、間違えた。やっぱ合ってたんや。次の土地行くか。現実のレイドック、現実のアモール行ったでしょ。ちょっとスライムナイトも若干探したい。嬉しいっすね。ちょっとだけスライムナイト探索していいですか。もうそれでもおらんかったら、もうあいつで心決めますわ。あのスライムを育てることにしますわ。ホイミスライム。この分布に関してはあんまよく分かってないんでね。武道の城、武道の城は意味ないよな。アークボルトは多分行き過ぎやから、行き過ぎやねんね、多分ね。よし、まあとりあえずスライムは確保した。ただどうなんすかね、これ。あ、ちょっと待ってよ、また疑惑が出たわ。これさ、今満タンじゃないですか。
多分メンツ満タンやと思うんですよ、馬車に。この状態大丈夫かっていう問題があるよな。一応スライム置いていくわ。いや万が一が怖いんで、ちょっと待っといて、ちょっと待っといて、とりあえず一旦置いて、スライムナイト探しの旅へ。ダンジョンじゃない部分でスライムナイトを探す。ちょっと歩いてみるというか、ダーマカルカド、カルカドってどこやったっけな。レイドック地底魔城、地底魔城この付近どうやったっけな。いや、敵のレベルで言ったらこの辺なんすよね。敵のレベルで言ったら絶対この辺やねんけどな、多分近いとは思うんすよね。刺繍糸ばっかり出てきやがる。ベッド待っとる。どこ待ってんねん。絶対この辺、絶対この辺やねんけどな。なんかさ、その格闘させるって言ったらですよ、やっぱなんか剣とかさ、盾とか装備できる方がいいに決まってるじゃないですか。ちょっと戻ってみる。とは思うんですよ。仲間にしとくだけなら別にいいんですけど、やっぱ多分剣装備できた方がいいと思うな。テンツ。ちょっとうろうろしてみる。この辺どうなんどうなんどうなん。これがレイドック城。レイドック城周辺どうやったかな。いや分からん。ちょっと歩いてみんとなんとも言えん。ついてもう諦める。ここはこの辺どう、この辺どうよ、この辺ドクロ洗い、これも上多分ないっすよね。あー、いや敵のレベルは多分この辺なんやけどな、もう間違いないんすけどね。バッシャからちょっと弱いか、もうちょいか、ちょっと弱いっすかね。シナリオ的にもうちょいやな。シールド小僧とかやったらもうあと1段階ぐらい強くないとあかん。だから地底魔城ダーマ神殿カルカド、絶妙やけど、出た TM レボリューション久々見ましたね。あいつあー TM レボリューション、なんか強くなりすぎてる感があるな、この間ぐらい。絶妙ですね、この間ぐらいがいいのよ。まあいいか。いやちょっとスライムナイトの
生息地に関しては皆さん、ちょっと調べますわ。正直わかんないっす。これはわからん、マジで。実際ほらスライムナイトと戦いまくったけど仲間ならんかったから、あそこでも運が悪かっただけなのかどうかとかもわからんのよ。正直あそこでも運が悪かっただけなのか、あの洞窟ね、それともほんまにあかんのかがわからないんで、やり方が間違ってるのかが、それすらもわからん状態なんで、これちょっとね自力で考えていくにはちょっと無理があるというか、時間かければいいんですけど、時間がかかりすぎるというか、納得いかへんというか、最後じゃあキングスライムもあと5回買ってみよう。ちょっとキングにかけよう。まあ仲間の仕方っていうのをちょっと調べますわ、正直。じゃないと前に進めないですね。まあこのスライム格闘場をスライムで勝ち抜いていくならいいんですけど、単純に欲しいのよ、使いたいんすよ。めっちゃ可愛いやんこいつ、こいつの緑バージョン。もう散々5でも役に立ったんで、5の動画ね見てない方ぜひ見てほしいんですけど、もう多分ピエールで来ると思うんですよ名前。ここでもピエール可愛がりたいのよな。そもそもかなり低確率っていうことはまあ分かりましたね。でもスライムですらもそんなにスッと仲間にならなかったんで、まあかなり低確率っていうことですよね。メタルライダーはちょっと経験値多いね。こいつはちょっとな、合体させてから合体してちょ。こいつらはだから逆に言ったら仲間ならんのかもしれないですね、スライムの状態では。時間がかかったというよりかはスライムの状態では多分仲間にならへんねんよこれ。キングスライムになって初めて仲間フラグが立つんかな。それとももう合体したキングスライムはそれすらも無理の可能性すらもありますしね。ちょっと分かんないですね、なんとも。それすらも無理の可能性はあるな、この時点でもう無理なのかもっていう。ならんもんねほんまに。だから直のキングスライムで、なおかつ、まあ、今の考えやったら最後にとどめを刺して、なおかつ熟練度高い人でとどめを刺して、それでもなお基本的には厳しいということですかね。それでもなお、まあなかなかきついな、この仕様はちょっときついですね。
さあ、キングになりました。一応ラストとどめはハッサンに刺させてるんですけど、あかんで、もうお前また仲間呼べや。もうじゃあまあ多分ラストのモンスターにしなあかんっていうのはありそうなんですよ。ちょっと単体でキングスライムが出てくるのをちょっと待ちたいです。キングスライムばっかり、最初からスライムじゃなくてキングスライムオンリー。これもスライム連れてきといた方が早いかもな。スライム鍛えた方が早いかもわかんないですね、これ。ラストラスト、そのラストラスト、もうラストならしてください。キングスライム、あと1匹、あと1匹だけ、その、生で出てきた状態で、生のキングスライムを戦いたい。まあ、ベホマスライムも仲間になってない時点で、かなり怪しい。お察しですわ。条件がもうその前提が分かってない以上はちょっとこれ以上やれないですね。技でとどめさせていいのかとか、呪文でとどめさせていいのかとかもちょっと分かってないので、おし、きた。やり返した。いい。さあハッサンよろしくお願いします。じゃあ通常攻撃でいきましょうか。足りるかな、ダメージ。よし来い。おあるよ。まあ、ないということですね。ちょっと待ってよ。スライム用の装備って大体どこで買えばいいんやろ。なんか専門店みたいなのないのかな。それこそモンストル。いやちょっと疲労困憊です。私今回はもう疲労困憊です。とりあえず終わろう。次回までにちょっと調べておこうと思いますので、無理やわこれ、さすがに無理です。僕はこれちょっと厳しい。金めっちゃ貯まったわ。これさすがに厳しいです。まあ、時間かければ、検証はし続けることはできますけど、ま、さすがにちょっと生放送とか動画でやるのは気が引けるので、ここはちょっと、調べていきたいと思います。まず、モンスターの仲間の仕方、ちゃんと正しく仲間の仕方と、で、スライムナイトのおる場所、みたいなのを調べて、次回そこからスタートしたいなと思いますので、よろしくお願いします、皆さん。また、仲間にする部分はお付き合いくださいませ。ということで、今回終わり、見ていただいてありがとうございました。